はい、こんばんは。松原美里です。今日も梅チャンネル始めていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、梅チャンネルは私松原美里が普段は保育に関わったり、今日は学童保育にちょっとだけ入ってきたんですけれども、そういう中で日々子どもとこう接したり、あとはいろいろな地域の保育所向けの研修をやらせてもらってるんですけれども、そこでいろんな先生のお話を聞いて、あ、先生たちこういうことで悩まれてるなっていうところをプログラムにして、皆さんの内側にある気づきや学びを引き出すようなお役目をさせていただいてるんですけれども、一個一個切り口を作って毎回この梅チャンネルではお話をしています。で、今回は育成のもどかしさというテーマでお話をしてみようと思っています。どうぞ1時間お付き合いください。はい。で、今回の育成のもどかしさなんですけれども、まさに先日ちょっとこうご相談を受けている園に行っていろいろとお話をさせていただいた時にですね、実はって頭では分かってるんですけどねって、メンバーを育てなきゃいけないっていうのは分かってるし、それがリーダーの役割だってことも分かってるんですけどね、でもこんなこと言っちゃっていいんですかね？ぶっちゃけ遅いんですよ。仕事できないんですよ。もうそれ見てると自分でやった方が早いかなと思っちゃって、気づいたらついやっちゃうんですよね。ダメですよね、これじゃあ。お察しの通りですね。こんなお話をいただいたんですけれども、はい、まさにお察しの通り。ご自身も気づいてらっしゃるように、あなたがやってる限り後輩さんは育ちません。残念ながら。はい。なぜならいろんな体験を通して自分の学びにして力にしていく中で保育者というのは成長していくんですけれども、その機会を先輩さんが自ら積んでしまうからですね。もちろんそれはね、自分でやった方が早いんですよ。なんですけれども、チャンスを奪ってしまうことになるんですよっていうところからね、始めていきましょうかね。はい、このお話はリーダーさん向けの研修をやると必ず出てくるお話です。後輩指導始まりましたと。で、それまではね、自分自身が新人だったり、まあ中堅にはなったけれども、下からそんなに入ってこなくて、で、自分のクラスに直でつくわけじゃないので、新しい人はいるけれども、特に自分が何かをするっていうことはないですよっていうような、そういうね、状況だった方が、なんと今年から直属のね、部下と一緒に組むことになりましたと。部下、後輩さんですね。で、後輩さん、一から全部教えないといけないんですけれども、自分としては教えてるつもりなんですね。けれども、実際に声をかけて一緒に進めていくと、どう、分かったって聞いても、あ、分かりました、うん、じゃあ今度自分でやってみてねって言っても、自分で動かない、なんで動かないんだろう、分かんないのかなと思って何回もお話をするんですけれども、その度に「はいはい」って一生懸命聞くけれども、自発的に自分から動くっていうことが見られない。まあ、あとは、ちょっとこう、自分が伝えた内容と、相手が受け取ったことが、ちょっとずれていて、いや、そういうことじゃないんだよね、というふうにやきもきして、あのさ、って、この間教えたと思うんだけど、この時はこうするから、とか、子供に声かける時はこういう伝え方だと、子供びっくりしちゃうでしょ？なんていうふうに、良かれと思って、アドバイスをするんですけれども、このアドバイスがなんか良かれと思ってのはずなのに、なぜか相手の心にサクッと刺さってしまう。で、こう言われた瞬間にですね、はっ！ってなって、ジョーンって落ち込んでしまう。で、どうやら後輩同士で話をしている中では、昨日言われちゃったんだ、かわいそうに、よしよしっていうね、慰め合う同僚との会話が聞かれたりして、で、そんなやり取りを聞くと、
先輩としてはね、こうやって聞こえてたり見てしまったりするわけなんですけど、そんなつもりで言ったんじゃないのにって、じゃあどうやって伝えたらいいわけ？優しく教えても覚えないし、じゃあ良かれと思って教えてあげたら言われちゃったとか言っちゃうし、どうしたらいいのよっていうふうに、プンプンっていうふうに思ってしまうんですけれどもね。そもそもですね、おそらく育成を今担当している側の方たち、そうですね、ここ10年、20年保育士をやってらっしゃる方からすると、もしかすると今の新人さんや後輩さんは異星人、ちょっと宇宙人のように思えてしまうことがあるかもしれません。それは何かと言いますと、どうですか？あなたが保育のお仕事に入ってから、もしも10年、20年、30年、40年選手のあなたはですよ、入ってから手取り足取り先輩に全てを教えてもらったという体験はありますか？研修に入ったその日から、先生こっち来てって、でここにこのものがあってね、でこうやってやるのよ、やってごらんって、あ子供たち来たね、じゃあ先生やってごらん、チャンスあげるからって言って、つきっきりでね、マンツーマンでそういうやり取りをしてもらった経験がある人いらっしゃいますか？ない人、ない人、それはもしかしたらこんな状況ではないでしょうか。研修期間という期間がありました。就職が決まって園に慣れていくための準備期間です。けれどもこの時間というのは手取り足取りというよりは、ただなんとなくクラスに入るだけで、このクラスの中でも「先輩何したらいいですか？」「あ子供見ててくれたらいいから」って言われてしまって、なんとなく子供を見てると、「先生見てるだけじゃダメなのよ。自分で気づいて動いて」っていうふうに言われてしまったりして、見てってって言ったのに、あ、わかりました、すいませんって言ってこうやってると、先生、そこは動かなくてもいいところ、子供たち自分で考えてるでしょ、余計なことしないで、って言われて、あ、すいません、じゃあちょっと様子見てますって言って見てると、先生、先輩がモップを持ったら、変わります、変わりますって言って自分で変わってやるのが新人の仕事でしょ。何ぼーっと突っ立ってんの、気づいて。とかね。ね、これは全部私が言われたことです、新人時代に。まあ20年前のね、保育業界、そんな感じでした。で、ああ、すいません、気づけなくて、鈍くてごめんなさいって言いながら、汗汗して、なんかやたらと気疲れをしながら、1ヶ月、2ヶ月はもうなんか、足が棒のようになってね、緊張しすぎて眠れなかったりして、で休みの日もあっという間に終わっちゃったりして、で気づいたら半年ぐらいすると、なんとなくその園の雰囲気に染まってはくるんだけれども、いまいち自分が何求められてるか分かんなくてですね、そういう中で空気を読む、今何する時間、今私どうすればいいの、子供が喧嘩してる、私が関わるべき、どうやって見よう見まねでやってみよう。先輩、ああやって声かけてたな。やってみよう。というような感じでですね。見て、気づいて、チャレンジをする。自分でアンテナ張ってキャッチしてチャレンジをする。このやりとりの積み重ねの上に、自分で階段を少しずつ登ってきた。という人が少なくないのではないでしょうか。あなたはどうでしたか？恵まれた育成環境にいましたか？だとしたらとってもラッキーですね。でもどうやら私の世代のやっぱり仲間に聞くとですね、私は保育の専門の短大を出ていまして、であとはそれ以外にも全国のね、ベテランの先生たちにお話を聞くと、見て盗めで生きてきた人、覚えてきた人、育ってきた人って聞くと、みんな「はーい」って。ああ、その言葉知ってるって感じです。見て盗め。ああ、よく言われましたね。見て学べ、見て盗め。盗まなくっちゃ。盗まないと引き出しは増えないわよって言われ続けてきた人たちです。つまり、自発的にアンテナを立てて、キャッチして、自分の身にしていくっていうことを
常に考えて動いてきた人だけが今ベテランさんで生き残ってます。ということは、そのやり方しかベテランさんだったりそれ以降の先生たちもあんまり知らないんですね。で、これはいいにしろ悪いにしろ自分の中の選択肢、後輩さんを育てる時の選択肢として、人って自分が体験してきたことや自分が見てきたものが自分の中のベーシックな選択肢に加わるんですね。見たことないものっていうのはなかなか発想ができないので、なので例えば、ね、嫌な循環ですけれども、先輩にきつく言われて育てられてきた人が自分もつい後輩にきつく当たってしまう。私たちの時はもっと動いたわよ、言われる前に自分で気づいたら、でこれは私の先輩に私が言われたんですけどね、はい、まあ、こんな風に無意識に連鎖してしまうっていう育成の仕組みもありまして、でそこでね、あ、自分はされて嫌だったから今度は自分は後輩にどういう風に関わろうかっていう風に考えられる人は、その選択肢を踏み替えることができる方なんです。でもこれはよっぽど意識的にやらないとなかなか難しいです。はい。で、そうですね、私自身も育成のもどかしさっていうところで言うと、最初、保育園に入った後に児童養護施設に転職をしました。で、そこでまず自分のお仕事を覚えるのに最初は1年目必死だったんですけれども、2年目、3年目、2年目の後輩さんはすごく機転の利く、自分でねパッと気づいて動いてさっとものにしていく体育会系のタイプだったんですよ。で、私は全然育成ということをその彼女の場合は考えたことはなかったんですね。けれども、なんとその翌年に入ってきた後輩というのが、まあ、ちょっとギャルだったんです。で、これ私がやるんですか、たるーいとか言うんですね。余計なこと言わないで仕事しなさいっていう感じなんですけれども、はいはいとか言って、ああ言われちゃった、怖い怖いとか言いながらねお仕事するんですよ。で、なんですってっていうふうに思ってですね、あんたね社会人なんだから仕事してから余計な口聞いてくれるとか言ってですね、結構厳しく言ってたんですけれども、まあなんかそんな風にやっていても、結局何ですかね、自分も無意識にされてきたその先輩のしごきみたいなものを無意識に踏襲していたんですよ。で、今時の若いもんはとか言っちゃってね、22ぐらいですよ。で、最近の新人はさ、自分で考えて動かないよねとか言っちゃったりして、あんたもだよっていう感じなんですけどね。私も絶対そういうふうに言われて育ってきて、私自身が動けない、気づけない、使えない新人だったはずなのに、自分も後輩に同じこと言ってました。最悪ですね。で、まあそこでね、彼女と向き合う中で、なんだろうってすごいこう悪循環をね、たくさん堂々巡りをした中で、あーって、私この人のことをダメな人だと思って思い込んで関わってたなって思う瞬間があってですね、その人の持ち味とかいいところを全然見てなかったんですよ。でもこの子はギャルで全然ダメな子だわっていうふうに眼鏡をかけて物事を見てしまってたんです。人間眼鏡ってね、私今裸眼ですけど、そういうことじゃなくて、無意識に色眼鏡で物を見るっていうね、この仕組みがあるんですよ。例えば世の中はバラ色だわって思ってる人がバラ色眼鏡をかけて世の中を見るとどんな風に見えるか、素晴らしい朝日、雨も素晴らしい自然の恵み、あのきついことを言ってくれる人も私のためを思って言ってくれている、あの怒鳴り声も私に気づいてもらうための大事なリアクションとかいうふうにですね、全部素晴らしく捉えることができる。で、一方でこのなんかちょっと斜に構えた眼鏡をかけていると、おはようございますって爽やかにね、すごく心の広い人が声をかけてくれたとしても、性格良さそうに振る舞って本当は腹黒いんじゃないのとか言ってね、腹の中で思うわけですよ。で、なんかこういいことがあっても、ああ怖い怖い、なんか良さげなことがあった後って必ず落とし穴あるから、くわばらくわばらとか言ってね、何もかも斜に構えたような眼鏡が斜に構えているので、
物事を全てそういう側面から捉えてしまう傾向にあります。で、私は多分その時、この光背は使えないっていうメガネをかけてました。完全に。嫌な先輩ですね。で、そのメガネに気づいたのは、まあ、結局私はやるせない思いを彼女にぶつけてるだけだったんですよね。思うように成長してほしいっていうのは、一見あなたの成長を願ってるのよっていうふうに相手のために見せかけて、実は動いてもらわないと自分が困るから、自分のエゴのために新人を使いたかったんですよ。感じ悪いですね。私基本性格悪いんですよ。ね。で、まあそこからなんですけれどもね。で、そこから、自分がいけなかったなっていうことに気がついて、で、じゃあ、この人は本当はどんな人なんだろう。それに気がつくきっかけの出来事があって、で、仕事どうこうとかじゃなくて、まずは彼女と対等に人間と人間として話をするっていうことをし始めたんですね。休みの日何やってんのとか、ね、見てくださいよ、プリクラで鮎みたいなやつ撮ったんですとか言って、鮎好きなのね、なるほど、わかるわ、その髪型とかね、こうポーズとかやっぱあるんですね。鮎好きなんだって。じゃあ鮎の歌の中で何が好きなの？いやー、何ですかね、でもね、結構アワセレブとかね、いいんですよとか言って、ああ、そうなんだ、その歌知らないけど、どんな歌なの？いや、こういうやつですよ。今度カラオケ行きましょう。うん、行こう行こうって。なんだかね、一緒にカラオケ行ったり、飲みに行ったりとかね、そういうのをするようになった頃から、彼女と話がやっぱりしやすくなって、で、私の方でも、彼女の思考パターンがだんだん分かってきたわけですよ。あ、この人はこういう時にこういう発想をするんだ、とか、この人は仕事であんまり動けない場面があるけど、もしかしたら、考えてる途中で、こう立ち止まってしまってるだけなのかもしれないとか、なんかこう調子いいように見えて意外と周りを見てるんだなとか、そんなことに気がつくようになってから、もしかして根回しをしてあげたらいいのかなとか、もしかしてちょっとちっちゃいこと任せてみて自信つけてあげたらいいのかなとか、そんな風に少しずつアイディアをね、自分なりに考えて後輩さんと向き合っていくようになりました。くしゃみが出るので少々お待ちを。止まったかもしれません。あれ？出るな。止まりましたね。まあいっか。はい。で、結局それって何なのかというとですね、まず人間と人間として、自分と相手が信頼関係を築く土台を作ったっていうことなんですよ。だってね、考えてもみてくださいよ。もどかしいって思ったってね、あんたね、大体ねってずっとずっとそうやって言われていたい。で、こうなんか断るごとに注意される。まあ確かにできてないのは自分が一番分かっている。なのに、いち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 顔を合わせるたびにできてないことをね、いっぱいいっぱい言われると、その人って、自分にとってその人ってどんな存在に見えますか？親切な人って思えますか？自分のためだからって本当に心から思えますか？私はね、意地悪だなとか、多分嫌いなんだろうな、私のこと、イライラするんだろうなとかいうふうに卑屈に捉える傾向にあるので、あ、怖い、どうしようっていうふうに身構えてしまいますね。で、これっていうのがまさに育成のね、場面でうまくいかないなとか、もどかしいなって思ってる場面ではよく起こってることなんですね。あなたがどんなにその人のことを思っていたとしても、まあ仮に動いてもらわないと困るとしても、だとしても、その土台をね、最初に作ることができていなければ、ただの、意地悪かもしれない人に見えているっていうことなんです。そうじゃなくて、信頼関係をね、お互いに築いて、この人いい人なんだなとか、話がしやすいなとか、あとこう、時々きついことも言うけれども、でもこれって確かに一理あるなとか、ね、機嫌悪い時あるけど、人間だからそんなもんだよねとか、そんな風に自分のことが嫌いなわけじゃない。この人はこういう人なんだ。
じゃあ自分は自分で向き合ってみようっていうふうに、膝をね、向かい合わせに座って膝つき合わせるようなね、そんなちょっとこうお互いの方向を向き合うような、そういう心の準備ができてくると、その後にちょっとした物事でも、例えば机の上にその紙置いてあるから読んでおいてねとか、そんな一言であっても、あ、わかりましたって読んでおきますって読むのか、あ、わかりました読みますはいって言いながら、あ、怖かったって、あ、子供に関わんなきゃって言って忘れてしまう、読んでおいた、すいません読んでません、いや言ったよね昨日、なんで読んでないの、紙の一枚ぐらい、すいませんちょっと緊張しちゃって、はぁ、あ、何緊張してるわけとかいう感じでですね、悪循環になってしまう。やっぱりその無駄なね緊張感ではなくて、無駄な緊張感はいらないです。そうじゃなくて、その人がお互いにこうリラックスして一緒にクラス運営なり園運営なりができるようないい関係性を普段から作っておくこと、でそれができたら、その上で少しずつねお互いを知り合ったり、あとこう保育について感じていることを共有をしていく、今日何々ちゃんこんなことがあったよとか、特にね楽しいエピソード、嬉しいエピソード、成長とか、そういうものをたくさんたくさん普段から共有しておいて、その上で階段一個ずつ上がれるように、一段ずつ上がれるようなサポートをぜひしてあげてほしいんです。どんなサポートが、ね、一段ずつのその階段につながるんでしょうかね。例えばですね、こんな先輩がいたんですね、私の部下だったんですけれども、保育者歴22年です。その先生は子どもへの関わりは素晴らしかったんです。なので周りの先生からすごくね尊敬を集めていて、で、あの先生のクラスはいつも子どもが伸び伸びしてて素敵だよねって、発表会の時も子どもが生き生きしてる、あれはやっぱり先生が子どもにこういうふうに働きかけてるのがすごくいいんだよね、ああいうふうになりたいねっていうふうに周りからは言われる人なんですよ。ちゃんと自分の保育が確立していて、でお互いを認め合えている先生同士ではとても尊敬される先生でした。けれどもそのクラスに新人の保育士さんが入りました。そしたらこの新人さんは22年経験がある先生と同じ保育の現場に立っていても、見えている景色が全然違うんですね。例えばこの22年の歴のある先生は全体から子どもたちを把握して、全体からってことはもしも30人子どもがいて、で30通りのねそれぞれその瞬間にものを考え、言葉を発し、子ども同士で関わり、自分がそういうふうにこう何か発露したいもの、発言したいもの、表現したいものを表現をしているっていう、そのそれぞれの様子を見て、その上で自分がリーダーを取る時にはこのクラスに働きかけをして、今日はこれをするよって、でそのために準備こういうのがあるからこうしようねなんていうふうに声をかけて、できればクラスという集団を、個性あふれている子どもたちなんですけれどもね、こちらの方向に連れていきたいなというふうに思ってました。なので旗を立てました。けれどもこの旗を立てた人が 見ている景色っていうのは、ね、広い保育室の中の子どもたちなんですけれども、この新人さん、入ってきたこの新人さんが見ているのはこんな広い視野ではないんですね。何を見ているでしょうか。新人なのでそれまでは実習をしてきたかもしれませんけれども、実習日誌も自分と子ども、あるいは自分とその保育というもの、保育者の視点というものに着目をして実習をしてきているので、目の前の子どもに働きかけをしていくとか、一日の保育の流れの中で関わりを持っていくとか、あとは場を動かしていくとか、そういうことはまた入った後の成長の課題になってきますよね。で、
まさに新人さんはそこに立っていました。ああ、先生これしたいんだけどって子どもが言ってきます。あ、じゃあそこに答えていきたいなって思うと、目線は自分とその目の前の子ども。例えばこっちでリーダーさんがこのお話をしてるよっていう時に、子どもがこの先生に話を聞いてほしくって、お話ししてきますよね。先生、今日ねって。で、そこでこの先生は子どもの気持ちを受け止めてほしいっていうふうにね、子どもの気持ちを受け止めることが保育だっていうふうに信じて保育を行っているので、何ですかって、何って、それでそれでって話を聞いてしまう。けれども、一人のお話を先生が聞いてくれると、新人の先生が聞いてくれると、他の子はどう思うか。例えばこっちでリーダーの先生がお話をしていても気になっちゃうわけですよ。話し声とかね。あるいは、ああ、私も聞いてほしいな、私もお話ししたいなっていうふうに思って、先生、私ね、昨日ね、私ね、私ねって言って、この先生の周りに子どもたちがどん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 集まってくるようになってしまいます。これはいいことなのか、どうなのか、どうなんでしょうか。これが遊びの場面、自由遊びの場面であればいいんですよ。けれども、自由遊びではなくて、ここにリーダーが旗を立てているとき、旗には今日遊びに行く場所だったり、大事なお話、この後お出かけをするときに持っていくもの、あるいはこれから制作を行うので、みんなにどんな関わりをね、してほしいと思ってるのかとか、あるいはみんな何したいって意見を聞いていたりもするかもしれませんよね。で、そういう時に全体に対しての働きかけを削いでしまうことに、こうちょっと違う方向に子どもたちを持っていってしまうことに結果的になります。で、そうすると、この先生から見ると、この先生はちょっとイラッとするわけですね。ねえ、私今話してるよね、リーダーが話してるときは、フォローの先生はどうしたらいいんだっけって思うわけですよ。で、できれば、リーダーが話してるんで、今静かにしてくださいとか、子供と一緒にお話しするのやめてくださいっていうふうに、実際にはストレートにアドバイスをしてます。けれども、この先生からすると、このリーダーが旗を立てている場面っていうのが、自分ではわからないんですね。なぜなら、自分と目の前の子供しか、まだ目に入っていないから。自分とね、子供を二人きりの世界の中でバラ色にね、過ごしているかもしれませんが、その周りにはたくさんの子供たちがいて、たくさんの子供たちと先生たちみんなで織りなしているのがこの場だからなんです。ね。で、そうすると、そのイラッとした気持ち、今喋る時間じゃないでしょっていう、その気持ちですね。それがこの新人さんには伝わるんですよ。つまり、言った言葉の内容と感情っていうのがあって、言葉の内容だけ見ると、今お話をする時間じゃないので静かにしてください。これ特に感情も入れずに淡々と読んでったら、そうですか、わかりましたって思うような文章じゃないかなって思うんですけれども、ここに、先生、今お話しする時間じゃないから静かにしててくださいっていうふうに、わなわなしながら怒りとともにそれを言ったら、相手にどんなインパクトが伝わるでしょうか。めっちゃ怒ってる、なんで怒ってんのっていうふうに怒りが伝わっちゃうかもしれませんね。で、また、例えば気持ちがね、リーダー先生がすごくこう気持ちが不安定で、例えばうちに置いてきた息子が熱を出していて心配だとか、中学生だから一人で寝てると思うけど心配だわって思いながら保育園に登園したとしますよね。で、そういう中で、心配、どうしよう、なんで私今日仕事休めなかったんだろう、うわー困った、お母さんいないわとか、サポートしてくれる人いないのにって思ってる中で、この新人に、先生、先生って、今私が話してるよね、お話聞いてっていうふうにもし言ったら、何が伝わるか。
なんか、先生、泣くほど自分のあれが嫌だったのかしら。すいません、なんか嫌な思いさせちゃってっていうふうに、こう悲しい感じとかね、徒歩な感じが伝わっちゃうんですよ。つまり、言葉以上に何が伝わるかというと、話し手の側の感情が相手に伝わっています。なので、感情の波を自分でも把握することが大事なんですよ。ね、もどかしいとか、イラッとするわーとかね、このあーっていうこの気持ちに自分が今なってるんだっていうことを自覚してください。自覚しないと、漏れなく口からボワーって出ちゃいますから。もどかしいっていうね、怒りみたいなものとかね、そういうのが漏れなくにじみ出ちゃいます。で、あなたの良かれと思っての指導が台無しになってしまいます。もったいないですよね。なので、気持ちにアンテナを立てるっていうところでちょっとお話をしてみると、まずどんな場面の中でも人間って気持ち動いてますよね。特にあんまり自分の気持ちとか感情に敏感でないお仕事されてる方、例えば機械をひたすら打っているとか、プログラムに向き合って感情の波どうこうじゃなくて、着実に仕事をこなすということを大切にしているっていうお仕事の方であれば、自分の気持ちはもしかしたら一旦横に置いても大丈夫かもしれませんね。けれども、保育のお仕事ってどうでしょうか？保育のお仕事はロボットに代替できますか？もしかしたらできる部分もあるかもしれません。ね、お部屋の中で監視カメラとかね、なんか子供の様子を例えばそれで、ね、撮ってお母さんに送っていくっていうね、そういうサービスをされているようなロボットのね、機械も開発されてますけれども、難しいのは子どもの感情に気づくとか、その定期的なベーシックなものを観測するのはロボットにもできるんですけど、人間にしかできないのっていうのは感情の機微に気がついていくとか、あとは自分の感情を自覚的に、それこそ子供に寄り添う時に心と心で近づき合って話をしていくとか、つまりこの保育士っていう、保育っていうお仕事は、感情を繊細にアンテナを立てながら子どもの気持ちに寄り添っていく、感情を使っていくお仕事なので、よく保育は感情労働ですよっていう言い方をするんですけれども、だからこそ割と怒りとかもどかしいっていう気持ちもエキセントリックに出てしまう人が少なくありません。で、そんなわけでキーってなってしまうのを一旦アンテナを自分に向ける感じです。というのも、目の前に後輩さんがいます。後輩を見てイラッとしたりもどかしいっていうふうに思う時っていうのは、矢印は自分に向いてますか？それとも後輩さん、相手の方に向いてますか？どっちでしょうか？イラッとする時、イラッてする時、多分目の前に相手がいるんですね。なので、パッて見て、うーんってイラッとかね、感情が動いたら、動いた時に、パッて矢印を自分に切り替えてください。例えば、イラッてきて、私、今、何が起こってる？うわー、今、すごいイラッときたわーとか、もう猛烈に怒りがこみ上げてきて、爆発しそうだーとかいうふうに、この瞬間的に自分に、モニターをしてあげる感じです。感情をモニタリングする。感情モニタリングっていう心理学の講座があるんですね。これ本も出てるので検索してみてください。私も昔その教室に通っていた時期がありましたけれども、感情を自分でモニタリングすることができると、怒ってるね。OK。まあそれはいいとしよう。で、横に置くことができます。けれども、これ本当に面白いんですけどね。自分がイラッとしてることに気がつけないと、ずっとそこにとらわれてしまいます。
まだ気がつけないと、気づけないんだけれども、なんかこのイラッとした感じをね、嬉しいか嫌かっていうと、どっちかっていうとイラッとした気持ち好きな人います？いないですよね。あんまりね、得意な人少ないと思うんですけど、イラッとした気持ちが嫌で、イラッとしている自分に対する不快感がますます苛立ちに拍車をかけていくんです。イラッ、最初は相手に対してでした。けれども、イラッとしている自分が嫌で、冷静でいなくちゃ、私は保育歴長いのよ、先輩として後輩にもっと冷静に対応しなくちゃいけないのよって思えば思うほど、とはいえ腹立つわーってどんどんなってきて、悪循環でこの怒り丸ごと後輩さんにぶつかっちゃうので、うわ先輩怖いって、また怒られちゃったとかなるわけです。なんで一回ポンってこう相手に向かってる矢印をポンと自分の方に向けて、で、うわ私今怒ってるねーとか、そんな風に感情にいいも悪いもないので、まずは気づくこと。気づいて横に置く。責めないでください。あ、私器小さいわ、こんなことで怒って。ね、しょうがないです。みんな基本的に器小さいです。でも育成ですとか、ちょっと割といろんな大変な体験をね、超えていく中で人って成長していきます。つまり育成をさせてもらうということは、あなたという人材に大切な新人さん、そのいいものを持った宝のね、塊を託されている、あなたを見込んで託されているわけです。で、託されたそれをいい方向に育てていく、引き上げていく、これ自体がある意味心の修行でもあり、人間成長の大切な機会でもあるんです。なので後輩さんも育つし、ご自身も心のステージが一個上がるというふうに思っていってください。はい、いや、ちょっとね、帰ってきたら寒かったのでストーブつけたんですよ。そしたらね、暑くなっちゃって、今止めちゃいました。はい、まあそう、後輩さんができて、それまでプレイヤーさんだった人がやっぱりすごく変わっていく、成長していくっていう場面を私も何人も見ています。例えばですね、ある先生はすごく保育がテキパキとね、こういろんなことを考えて事前に準備をして、で今日の計画に進めていくために何時に何をするとかね、事細かに頭の中で予定を立てて、で取り組んでいくんですよ。で、子供への声かけも的確ですしね、割といい保育をする方なんです。けれども、どっちかっていうと一人勝ちタイプでした。一人で頑張る。で、他の人に対しては特に期待もしない代わりにお願いもしないので、で助けようとも特にしないんですね。そんなわけで時間が終わると、ちゃっちゃと仕事切り上げて自分だけあっさり帰るんです。ね、でそんなわけで、いいなあ、あの先生いつも仕事が早くてって、ね、残業って言葉関係ない人ですよねとか、いいですよねテキパキできてっていうふうに言われるんですけれども、どっかでちょっとね寂しい感じもあったんですよ。何かというと、自分さえ良ければいいっていうような空気をまとっている人だったからです。プレイヤーって何のことだか分かります？プレイヤーっていうのは、例えばバスケットをやる、このゲームでね、A チーム、B チームいて、で、ボールをパスして回る、走ったり、いろいろこうドリブルしたり、相手にこうパスを、ね、見抜かれないように、いろいろこうトリックをかけてってやるような、動ける人をプレイヤーっていう言い方を私はしてるんですね。けれども、プレイヤー、俊敏なプレイヤーがいいリーダーになれるかっていうとどうでしょう。いいプレイヤーがいいリーダーになれるかっていうと、そうとも限らない。何かっていうと、自分ができることと全体を見てチームを率いていくことっていうのは別なんですよ。で、育成の上で求められているのは、プレイヤーとして優秀である、随時動いて、例えば
自分がいいところに立って自分がゴールを決めるっていう、もちろん素晴らしい選手であることは大事なことなんですけれども、それよりも例えばこれからまだまだ育てる人を引き上げていくような底上げするリーダーシップが持てるリーダーさんだと、この人のおかげでもしかしたら他の5人6人がもっともっと力を発揮していって、リーダー1人の5倍6倍の力を発揮できるようになるかもしれないです。なので育成をする人はリーダーさんであってほしいんです。プレイヤーさんであることはちょっと横に置いてもいいかもしれません。で、プレイヤーであることの弊害っていうのもあるんですよ。何かというと、自分ができるので、それこそあそこにパス行ってほしいけど誰もいないなって思った時に自分がピュッと行くんです。で、いいところに行ってボールをキャッチして自分でゴール決める。なので点数は入りますよ。私一人で動き回りますよ。一人いれば100人力なんですけれども、その人は一人で疲弊するかもしれません。ちょっと疲れちゃう。で、一方で他のメンバーはちょっと寂しい感じになるんですよ。ちょっとしらけちゃう。どうせ自分いなくてもいいんでしょって、ね、何のためにここにいるんだか分かんなくなっちゃったなって。どうせ先輩一人でできるじゃないですか、じゃあ私言われたことだけやってればいいかなって。あ、はいはい、分かりました。まあでもなんかいろいろ教えてくれるけど結局先輩やってくれるし別にいいのかなっていう感じでですね、だんだん怠けていくんですね。できること やらなくなってくる。できるチャレンジをしなくなってくる、これはねとってももったいないことですね。で、面白かったんですけどもね、この間育成する成長するチームを作るリーダーのための成長し続けるチームを作る育成研修っていうのを私は静岡県の焼津市で今5回シリーズで展開してるんですけれども、その中で育成、ね、皆さんはプレイヤーじゃないんですよってリーダーなんですよっていう話をしたんですね。で、リーダーってことはプレイヤーの仕事取っていいですか？ダメよダメダメって言って、ね、フォロー、例えばすいませんちょっとフォローに来てください、人が足りないんですって言われて行ったとしても、あなたがスーパープレイヤーになってはいけませんっていうお話をしたんです、ね、なんでですか？だってフォローに来てくださいって言われたから私良かれと思って全力を尽くしてましたっていう人結構いたんですけれども、ププーって、あなたがスーパーリーダーになったらあなたが抜けた後クラスどうなりますか？先生がいないからまたあの後大変になっちゃったんですとか、また来てくださいって、主任がいないと困るんですって言って依存型のクラスになっちゃいます。何々がいないとできませんって、ね、頼られて嬉しい人はいやそう言われてもね私も忙しいんだよねって言いながら喜んじゃう人いますけれども、それね、あの落とし穴ですね。あなたが行く限りプレイヤーの後輩さんは育ちません。はい、なのでもちろんそのサポートは必要なんですけれども、その人たちが力を発揮できる土壌を作ることが大事ですよ、ね、っていう話をして、ちなみにって皆さんその参加者のそれぞれに聞いたんですね。あなたの後輩さんは持てる実力、力のうちの何パーセントをそこで発揮してると思いますかっていう質問をしたんです。どうですか？あなたは普段関わっている後輩さんや一緒にクラスでやっている先生が自分の持てる力全部で 100% だとして、この 100% の中の何パーセントの力を発揮していると思います？あ、すいませんすいませんって言いながらも 100% でやってるっていうふうに思える人、どうです？何パーセントぐらいが妥当な感じします？90%？ 80%？ 80% は力を尽くしてる。 70% どうです？ 60%？ 50%？
40%、30%、20%、10%、0%っていう感じなんですけれども、実はその会の中でリーダーさんがすごい考えていて、いやうちの後輩はよく頑張ってくれてると思うんですけどねって言いながらも、割とみんな6割ぐらいで手を挙げたんですよ。6割から3割ですかね。で、ゼロって人はいませんでした。 10% って人もいなかったです。まあ、上げにくかったのかもしれませんけどね。で、どうして30とか 60% って思ったんですかって聞いたんですよ。そしたら、どうしてなんだろう、なんでかなって、なんでかな、わかんないなって言いながらも、でもよくよく考えてみると、確かに私が動きすぎてるからかもとか、任せられていないとか、失敗しないように根回しをしてあげようっていうふうに、良かれと思って後輩さんの出番を奪ってるっていう人が割と多かったんですね。これは非常に残念なことですね。だって良かれと思って成長するチャンスを奪ってたら、永遠にこの人育ちませんよ。そしてあなたは楽になれません。残念。失礼いたしました、ね、お茶が美味しいですね。そんなわけで、出番を作ってあげてください、後輩さんに。出番っていうのは、ちっちゃなことから任せてみてください。階段を一段ずつ登るように、じゃあ今日はこの場面をまとめてみてねとか、この制作のここをお願いしてみるねとか、あるいはここリード取ってこのイベントやってみようねとか今日ちょっとね、外が急に寒くなったので咳がね止まんなくてあれなんですけどね、皆さんも風邪ひかないでくださいね。はい。で、そんな風に任せます、任せて、ちっちゃなことだったらできますよね。できたらありがとうございますって感謝してください。ああ、ありがとう、いっぱい配慮してくれてとか、おかげでこうなったよとかいう風にですね、嘘をついて褒めるんじゃないんですよ。本当にその場面をやってもらったことで自分が助かったよっていうことを言葉で伝えていく。その人のいいところを認めて知らせていく。認知の一種ですね。そんな風にして、ここで大事なのは後輩さんの自信を育んでいくっていうことです。人ってやっぱり自信とかね、プライドって大事なんですよ。後輩さんであってもやっぱりメンツというものを持ってます。メンツ待ってます。で、このメンツっていうのを潰されると、人って頑張る気がしなくなっちゃいます。自尊心を潰されてしまうんですね。だからやっぱり人のプライドを立てて、ああ自分できるんだって自信持てる、あったかい気持ちになれる、そういうところを大事にしていってほしいんですね。で、そのためにはちっちゃなことを任せて、ああありがとうございますとか、こういう配慮してくださったのすごく良かったですよとか、今の声かけ良かったですよとか、良かったことをどんどん知らせていくっていうことと、あとは失敗を学びのチャンスに変えていってください。私たちからすると、ああこのままやったらこれはまずいことになるぞっていう大失敗とか、例えば髪切ってる中でそこ切っちゃダメだろうとかね、あるんですよね。でもここで、もしも子供の命とか怪我に関わることでないことであれば、例えばちょっとぐらい髪を新しいのにすればいい話とか、あとこうちょっとぐらいうちらが混乱したとしても、それは仕切り直しができることであるとか、そういうことであれば、その人が思うようにやらせてあげてください。で、知ってたとしてもね、ここでもし助言をしても本人が一生懸命やってる時ってなかなか入りにくいんですよね。なので、
やらせてみて、そして、まああれだったら最初お手本ね、自分で見せてあげるのもいいですよね。こんな風にやるといいよって、まあ一緒に行ってみようか、まあ、こんな感じだよって見せて、で実際にやらせてみる。でやった後でどうだったって、ああちょっとうまくいかなかったんですって本人が言ったら、そうだったんですねって、うまくいったところもあったでしょって、こういうとこ良かったよって最初にいいところを褒めてあげてください。おそらく失敗するとちょっとこう自分を責めてしまったり守りに入ってしまうので、ここでだから言ったじゃないって、その順番じゃダメなのよっていうふうにガツンって言ってしまうと、本人メンツ潰されちゃいますし、一番まずかったなって思ってるのは自分のはずなんですよ。なのでずーんと落ち込んで貝のように口を閉ざしてしまうかもしれません。もったいないですよね。これはね、チャンスなんです。なのでそっかーって、ね、ここまで一緒に考えてたし、ここまで子供に声かけしてたし、根回しもしようとしてたから頑張ってるなと思って見てたんだよってね、良かったところを褒めてあげることで本人がうまくいってたところにも目を向けることができるんですよ。ああそうか、すいません、でもうまくいかなくて結局ご迷惑をおかけしちゃいましたとかってね、もし言ったとしたら、いい学びしたねって、今の体験から何を学んだって、いや何も学びなんかないですよ、もうなんか痛いだけですって、もし言ったら、痛いってことは学べるんだからねって。で具体的には、じゃあこの順番どうしたらよかったとか、どうしたらよかったっていう振り返りをしてあげてください。どうしたらよかったって言われても今ならわかるでしょ。確かに多分動き始めが遅かったんだと思います。あそう、うん、じゃあいつから動いたらよかった、あと1週間早ければよかったかも。そうね、なるほどね。じゃあ1週間早かったら何ができた、いやもしそうだったら主任に確認してもらう時間をもうちょっと早く取れたと思いますし、今回おせおせになっちゃった気がします。なるほどね、おせおせになっちゃったんだね。でじゃあもし次回やるとしたらどうする、うん、もし来年も同じ役やるんだったら、このぐらいの時期からこうやって動いて、この時こうやって声かけます。なるほどね。えちなみにじゃあこのポイントはどうなの、あ忘れてました、そっかここもか、うん、他は良かったけどここはちょっと気になったかな私も、まあどうしたら良かったんでしょう、うん、どうしたら良かったと思う、先輩ならどうします、私だったらどうするかな、ここは例えばこういう風に切り込み入れてみるとか、あまあなるほどね、まあ、そうするとこうなるんですね、あもうちょっと保育雑誌見てみますとか、アイデアを自分で集めてみますとかいう風に自分なりに選択肢が見えてくるんですよね。余裕があると見える、あるいは失敗したからこそ分かるんですよ、ここに段差があるとか、こっちに行くとつまずくよとか、これをやらないとこうなるよっていうことが見えてくる。つまりこれしか見えていなかった新人さんが少し視野が広がる体験、それが失敗という学びの体験なんです。一番人が伸びるのは失敗からの学びです。なのでできればちっちゃい失敗ね、いっぱいさせてあげてください。でこの時に絶対やっちゃいけないことがあります。ほら見ろ、だから言ったじゃないっていう、鬼の首取ったぞっていうね、その人をめっためたに潰してしまうあれですね、それは最悪です。やらないでください。じゃなくて、ちっちゃい失敗でね、大丈夫大丈夫、どんまいよって、うん、で次からどうするのって、あなたの懐の深さを大きさを見せてあげてください。こっちか、はい、でこの大きな懐の中で新人さんの成長、失敗、気づき、そしてチャレンジで面白いところ、個性、いろんなものを一緒に受け止めながら楽しめるようになる頃には、あなたの育成という課題、修行ですね、修行の道のりもおそらく次の段階に進んでいくことになるでしょう。ステージアップということですね。その時振り返ると、後ろには少しずつ後輩さんと共に歩んできた道のりがあり、そこにあなたのリーダーシップの背中が見えると思います。
リーダーシップって一朝一夕ではつかないんですよね。けれども、育成っていう体験を通して、あなた自身がリーダーとして輝く、そんな成長の機会だっていうふうに捉えてもらえると、育成イコール自分の成長。そうするとちょっと希望が見えてくるというか、ね、もちろん一筋縄ではいかないことも多いんですけれども、大丈夫ですよ。日本中の保育園で、あるいは日本中の職場で、先輩は日々この育成のもどかしさと向き合っているわけです。なので、ああ、同志がいっぱいいるんだなと思ってね、すぐには成長しないけど、私も日々向き合ってるよって、で、頑張ってる自分偉いななんて思いながらね、気分転換しながら気長に向き合ってみてください。そうすると、忘れた頃に後輩さんは成長されてると思います。期待してね、伸びろ伸びろって圧かけてる時、人は伸びないんですけど、手放すとその人のタイミングでヒュッて、つくしのようにヒュッて伸びていきますからね。その日を楽しみに、育成のもどかしさも味わって、一緒に寄り添ってみてください。はい、今日の梅チャンネル、育成のもどかしさはここまでとなります。今日もお付き合いありがとうございました。また来週。